パパさんの同級生の麻生くんです。よろしくお願いします。お願いしますありがとう。見ればいい。何見ればいいのって。いや見ればいいんですよ。なんかね、見てもらうっていうか見てるんだよなんだよそれ2万5000円でなたっけバイク乗ってたでしょ。そう、若い頃乗ってた。クマさんサーカスなんだよそれ誰がクマさんなんだよふざけんねこれでさ、ほら、はい、スキルが一つ上がったわけじゃん、まあね、ってことは講習料としてやっぱり俺も少しいただかないとって感じ。ふざけんねなんでだよ。なんで道具買わされて道具使って金払うのか。この工賃が高いんだよ。嘘だ俺できる俺やる残念ながら3万2000円ですね。3万2000円はしないでしょ。あそこね、ヘルプです。このヘルプの中に、500円玉とか入ってますんで。払わねえくせ払うから、ちゃんと払うから。どうせ払わねえ、はい、ババくせよく学校の先生とかやったじゃん。かっこ悪いでしょそれだけど、かっこばっかつけやがってできもしねえくせにかっこばっかつけやがって。あ、鉄だな。鉄です。あ、鉄だなあ、こういうとこ刺しとくとらしいのか。そうね、こう、あ、だけどちょっと長さが何でいいの、こんだけ持ってんの。これ、絶対持たないじゃん。これ、絶対持たないじゃん。いや、見て、ドヤ顔じゃなくて、撮ってくれドヤ顔はいいから早くしてくんねえか。あ、楽じゃん。あ、助手が優秀だと楽だね。ふざけんな、ほんとよすごいね、オイル漏れてないしね。もうなんだよ、早く取れ何を見てんのイケメンだからさ。ふざけんな、ね。最近ほら俺男に興味が出てきた。危ねえよ相当いいらしいぞ内股になっちゃう。お金今回は請求してやっから。スペシャルなもの持ってきてるから、今日はご褒美持ってきてるから、後で出しますんで。取ってねえで手伝え。あ、そっか切ってみようかね。切ってみようか、自分で切れよ切ってみようか。いや切ってみようかじゃなくて切ってみようか、自分でやりなさい。あ、もうしょうがない。ちょっと待って。いい、ご褒美あげるから。いや、まあまあ、俺切りたくない。ご褒美あげるから。切りたくねえから。前一生懸命ほらあげてたでしょ。ふざけんなよ。ご褒美オートマ限定じゃん。ふざけんな誰がオートマ限定なんだよオートマ限定じゃ乗れないし。オートマ限定じゃねえからマジで違うから俺なんかの時代ないだろそんなのさあ、思いっきり閉めるとさ、うん、車回っちゃうからね。あ、本当に。まあねえよありがとうございました今日は。ありがとうございます。ありがとうございました。ナイスアドバイスということで、はい、いつもすいませんやっぱ気に入ったんだ。気に入って腹減ったんだよなんだかんだ言って気に入ったんだやっぱり。あ、やっぱこれあれば何もいらないってやっぱり本当なんだ。オイル交換で何時間かかってんの。うめえんだ。うまいね。この前のよりうまい、ね。うまい。この前のよりうまい。なんかちょっと熟してる。熟してる本当。いいですね食いっぷりがやっぱり。いいよ。もういいよマジで。本当に持って帰ってます。準備を。俺は別にいい。足はないじゃん、ここでいいから。いい、どこだっていい俺がでもこういうのやればなんでやんだよ見てよこれ全部飛んでくんだねバリが取れる。うまいな。ふざけんな。何よ、おい、うまいな、そう。うめえよ、やっぱ俺より数倍うまいよやっぱり本当
似合ってるね。いや全然違うんだ。全然違うんだ。そうとりあえず自慢の工具を持ってきたんで出しなよ。いや、やりたいと思います。に出しなよ。出すよ、まあ、俺に俺に命令するの出せって。あと、あそっか、あそっか、やろっか、あそやろっか、あそやろっか、後ろにつけんじゃない。違うでしょ。後ろにクラクションついてる車なんか見たことねえし。これえ これで音鳴る？なあ、びっくりした。びっくり、びっくりすんべ。やってみようか。やってみようかっていつも言うけどさ、今ちょっと吹いたじゃん、なんか吹いたじゃん。やってみようか。じゃやってみようかっておかしいよ。いつも届かねえじゃんこれ。あんたよ、長さ足んねえじゃん。そうさ、危ねえよ、つっちゃうよ。危ねえ危ねえ危ねえ、笑いもんなっちゃうよ。危ない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 。危ねえよ、マジでよ、ほんと。足どこよくやってるな、ほんとだよ、なんかさ、ここら辺だろ、まだいいけど。ここやばいの知ってるから。足つるとかじゃなくて、肉離れ起こしそうだからね。笑ってんじゃねえよ、ほんと。こちらの方に。透けてんよ。俺2本だよね。俺2本だよ。ふざけんな。3本。そっちの世界ではこれ多分ナンバーワンの。そっちの世界って何だよ。だからどの世界。エテなんとかの世界。じゃあやってみようか。今なんか結構いい音でちゃって。俺の同志たちがやりにくっか。やりやばいな、それ。同志たちがやりにくい、やばいな。惑星からよ。惑星から。あ、やっぱそっちの世界から。そっちの世界から来るんですね。学生からやりにくっか。俺の一言で。俺の一言で。ファンばっかり増やしてどうすんだよ。俺より全然人気あるじゃん。なんだ、焼き餅か。俺より全然人気あるじゃん。バナナとかそういう嫌がらせすっからだ。俺も今度リンゴ用意しとく。ドラミングしてみろよ。大丈夫。なんでふざけんなよ。俺は何も言って、いや、俺は持ってきてないんだよ。ふざけんなよ。今日俺、マジで今、ママさんからの気持ちで、マジで今見えなかったけど、ちょっと迂闊だったけどさ、仲間呼ぶか。惑星の仲間。病気だからしょうがないじゃん。ドラミングやるぞ。それでさ、はい、なんだよ。ちょっと待って。はい、喋りたい。そう、はい、それではね、これからナビの方を取り付けたいと思います。ナビとあとドライブレコーダー。はい、ドラレコ聞いてねえぞ。じゃあもう一回やらせて、ちょっと。ドラレコ聞いてねえ。ドラレコは聞いてないね。終わんねえ。一生懸命やってみようか。地獄に落ちるわ。どれだけ苦労してここまで持ってきたと思ってんだよ。本当だよな。カメラ止めてたけどよ。この件に関してはもう全て任せっから。全て任せるじゃなくてもう手に負えなくなったんだよ。分かるんだ。分かるよ。よし、それじゃあやってみようか。じゃあ自分に言ってんだよ。自分に言ってんだよ。いや、俺はもうちょっとイライラしないようにしてる。しないようにしてるんだ。こういう人もいるんだろうってしか見てねえから。ずいぶん大人の対応になったじゃないですか。ファンが多くなってきてますからね。もうね、ファンいらない。相当多くなってきてます。いいからよ。はい、ということでですね、取らせろよ。まだやんの？もう閉めるけど。ざけんな。なんだ、今入れたばっかりだよ。お前ら2人で来るなのか、お前ら。いや、でも合ってる。正直に言ってる、マジで。怒らないから。今のうちにやってもらおうと思って。ここ映すと来ちゃうぞ。そうそう、だからこれはカットする。これはカットする。モザイクかけるから。俺にモザイクかけるみたいな言い方すんの。モザイクかけるふざけんな。なんで俺にモザイクかけんの。でも別にいいけど。地図じゃなくて、アソンさんにモザイクかけんの。なんで俺にモザイクかけんの。
はい、ということでですね、はい、こうやったよ、はい、はこっちか、今こぼしたでしょ。どうしたんですか、アドさん。ふざけんなよ。アドさん、どうしたんですか。どうかしてくれよ。ちゃんと交換してくんねえから。やだ。どう見たってダセーじゃねえ。そそそ誰がどう見たってダセーじゃねえ。どれダサいのよ。ダセーべえよこれ。いやいやいや、何に並べてよ。いや並べてって自分が置いたんだろそこに。受けが一番いいのがハイラックスさん。そこ狙ったんだ。買っちゃった。そこ狙ったんだ。これ乗ってて、うん、こういうのが来るじゃん、うん、そうすると、うん、俺は、うん、車にあんまり興味がないんです。悔しいんだ。悔しいから。すげえなんかでも器がちっちゃい。何にも分かりませんよみたいな。なんかさっきからあんま見てないんだ。どれ？いやそう。これが見たって言うんだよ。なんでだよ。俺は見たの俺だね。なんで悔しいから見てないのかな。なんでこれ見ちゃいけねえ。ふざけんなよ。私知りませんって言わせた。知ってるよ。全部知ってんよ。この間アトが直してくれたところだったらよかったのになと思って。なんか俺じゃすげえなんかさクレーマーみたいに煙を掘ったんだけどさ。そんな言い方してね。本当だべ。ほらほら。本当だべ。ふざけんなよ。本当だべ。煙がさ。じゃあ最後の点検やってみようか。じゃあ何を何の点検するんだよ。ちゃんとやってみようか。何をイライラする。いやそんなでもね、そんなでもね、まあ言ってるよ、はいはい、あれあれあれなんか一番最初のせいだ。俺は悪いやつ目してないよ。ブレブレじゃねえ。まだ食わしてくんねえ。そっか、やろうねやろうね。これ見てる人は分かんないけどすげえ時間かか時間かかってるよね。確かに確かに。あれをね、うん、やっぱこうパピンピラピン。キンピラってじゃあキンピラじゃなくて早くやって、はい、ピンピラピン。いいね。はい、ほらアウトドアファミリーのチャンネルの、はい、ピンピラピン、はい、ピンピラピン。ちょっとあれがもう崩れてくる。プライドが許さないそうです。プライドじゃん。なんかちょっと抵抗がある。あ、抵抗がある。まだ抵抗がある。ピンピラピン。キンピラっつってんのか。キンピラね。それではバー。